今回は本日のモンストニュースを拝見させていただきます。で、あのラブライブとモンストが、コラボするんですよね。で、あの6月26日もうあさってもうすぐにもうコラボが始まるんですよね。で、あのラブライブサンシャインのあのこれコラボ普通に嬉しいね。あのでツイッターでもだいたい30分くらいでもう速攻あのトレンド入りしてたからね。もうみんな、嬉しいんでしょうね。で、獣神化のこの高校生2年生光属性のウラジョン2年生、まあ、これ結構強いんですよね。あの性能めっちゃ強かった見た時で、性能が、反射スピードクリティカル、重力超ダメ、カウンターキラー無属性耐性ゲージでアンチ減速壁、まあ、結構性能モリモリについてるんですよね。SS が、大号令プラス最初に触れた属に、大ダメージこれ結構強いんですよね。これが、16ターンプラス8で打てるんですよね。これ結構強いんですよね SS は。で、友情が、グリッターボールと、ダブルエナジーサークレール、これ結構普通に強いと思う、まあ、だから、なんかコメント欄とかで、これ超究極次の新超究極にもしかしたら使えるかもねみたいな感じで、コメント来たんだよね。カコートンと大体ほぼ性能だ同じだから、もしかしたらこれ使えばめちゃめちゃガチャゲンで使えるかもね。結構超究極でこれ刺さったら強いかもね。で、2体目が、貴族性の、ウラジョン1年生の黒沢ルビーなんですよね。で、性能が、貫通砲撃ガイド毎水 L 超アンチ減速壁ゲージ倍率、ゲージアンチブロック、ソウルスティール M で、このソウルスティール M がどれくらい入るんだろうね。で、SS が弱点露出と弱点効果アップ、この弱点露出とこの弱点効果アップって確かミッキーと構造同じ SS だよね。3体目で友情がアタッチボム6と、全敵ロックの衝撃化、まあ初の攻撃型のアタッチボム6ね。まあ結構火力的には結構強いんじゃないかなアタッチボムは。まあビビジョンがパワー型でアタッチボムついてたから、今回初攻撃で出てきたから、まあ結構友情めちゃめちゃ通るんじゃないかなアタッチボムは。まあそんな感じで、で3体目が、水属性の、ウラジョ3年生性能が、貫通バランスシールド、重力ウィンド、状態異常回復ゲージでアンチブロック、ダッシュ SS ターンチャージで、 SS がオールアンチと、仲間に触れると、HP 回復、まあサポート的に強い感じだねこれ。で友情がインボリュートスピアモアと、調教プラズマ、まあ結構友情も強くて、まあ、サポート的に結構活躍しそうだね。なんか状態異常回復ついてるしオールアンチで動けるし、仲間触れると回復もできるから、まあ、サポート的にめちゃめちゃこれ結構強そうね。しかも貫通だから動きやすいから結構これ使いそうね。結構今回のさコラボ性能もいいし、もう普通に強くない？なんかまあどこで使えるかっていうと、まあまあこれはさっきも言ったんだけど、新超究極、次の新超究極にハマったらいいなくらいだよね。やっぱ最近アミダとかなんか出てるじゃないですか。なんかこうクエストとかで活躍してるじゃん。いや多分それでも使えるかなこれで。こっちが、17の極で使えるし、でこっちが、モラルいける、アルカディアもいける、で一応26もいけなくはないんですよね。まあいけなくはないと思うんだよ26の。このインボルトスピアモアがどれくらい強いかちょっと見てみたいね。で
あのガチャ、あの超獣神祭と、ラブライブサンシャインのガチャコラボが、同時に来るんですよね。なので、26なった途端瞬間、超獣も来るしガチャも来るし、まあオーブ自信ある人はもうここでぶっ破してもいいかもしれないし、まあフラパで一気にぶっ破する人もいるのかもしれないからもね。まあそこは個人の自由ね、やっぱ。で降臨、これ今回降臨がおまけで出てきて、あの降臨スクールアイドルエンジェリーディーバーなんですよね。であと他、スクールアイドルのトゥーフォール、これも一緒にコラボの時に一緒に出てくるんですよね。で今回超究極とかもなかったから、あミッションクリアして、あとは運極作って、あとはガチャちょろっと引いて、はい終わりみたいな感じになりそうね。であとはこのライブ応援ミッションっていうのがなんかもう一つの姿に、変更できるっていうやつで、それが、まあ、これなんですよね、あのもう一つの姿のやつで、光属性のやつで、これがもう一つの、姿の解放のやつなんですよね。まあ、性能は確か変わんなかったはずで、人それぞれこうやって出てくるんですよね、こんな感じで。で今回勲章ももらえて、さらに戦型の賞ももらえるから、まあ、戦型の賞はありがたいね。あとはまあこの勲章目当てに頑張ってる人もいるのかもしれないけど。で、ログインでオーブと、ゲーム内でアイテムをゲット。まあベルとか、あとはオッケンチとか、あとはトラベルだったりとか、まあ選べるとかは本当ありがたいね。なんかノマとか頑張ってる人にとっては本当にベルはうまうまだね。でコラボの内容はこれで終わりなんですよね。でここからとも通常ニュースなんですけど、でゲヘナの、ね、スペシャルアイテムが、まあ、追加されるんですよね。ガイドアイテムが追加されるんですよね。で6月30日モンストの日は、ラキモン3種作っておくと、ベル2個もらえるから激アツで、中心化がフェルメール、結構早くない？非属性のフェルメールで、性能が、貫通砲撃シールド、重力ウィンド、神キラー EL、ゲージでアンチワープ、獣キラー EL、 あれもともと獣キラーって持ってたんだっけ。でもまあエリミネーターに獣って確か一切いなかったはずなんだけどね。で23の国でも使える。で SS が、地球化と触れた敵の重力を一定期間を、まあ、封じする。まあそれを12ターンプラス8で打てるんですよね。まあこれはもう一緒ね。で友情が、反射衝撃波12と、友情アップと防御力アップするやつ。まあそんな感じね。なんかラブライブコラボなんかあまり好きじゃないのか分かんないけど、なんか結構ラブライブコラボかみたいな感じ結構言ってる人結構多分、まあ大型コラボはフラパとかで一気に来るんでしょうね。まあそこはもう期待ね。はい、そんな感じで、それで終わります。ごきげんよう。